写真拡大。日本ハム 4-3 楽天31日札幌ドーム。日本ハムの石井一世内野手が31日本拠地での楽天戦で新ヒットを記録した。7回石2塁での第3打席、右中間に放った大きな打球はそのままフェンスのつなぎ目の溝にすっぽりと埋まった。打球はグラウンドに落ちてくることなくエンタイトル2塁打となり、3塁まで到達していた石井は2塁へ戻ることになった。フェンスに当たったのは分かりましたが、ボールがどこに行ったか分からず、2塁ベースを回った時にライトがもたもたしていたので3塁に走りました。こういう経験初めてですと石井は驚きの表情で振り返った。続く宇佐美のサゼンダで同点のホームを踏んでベンチに戻ると、チームメイトからナイスインと声をかけられたという。楽天のエース則本昇から2安打を放って逆転勝ちに貢献しただけに充実感たっぷり。ホールインワンみたいな感じですかね。まだやったことがないので今度はゴルフで出したいですと舌も滑らかだった。石川かな子、かな子石川。